ベルンでの会議、1899年。国際平和ビューローは、ドイツベルリンに本部を置き、国際的に活動する平和団体、非政府組織である、国際平和局。1890年に提案され、1891年に、イタリア・ローマで開催された第3回、国際平和会議での決定を経て、同年12月1日スイスベルンに、 ユーロインターナショナルパーマネントでラッペイが設立された。シャルル・ゴバラと共に設立運動を推進してきたエリー・デュコマンが初代事務局長に就任。1895年のフランスによるマダガスカルの植民地化の際に調停を申し出たり、1899年の第二次防ア戦争に際しては、イギリスのビクトリア女王とトランスバール共和国のクリューガー大統領に、 停戦韓国電報を打つなど、積極的な活動を行う。1910年には、ノーベル平和賞を受賞。しかし、第一次世界大戦後の国際連盟、第二次世界大戦後の国際連合の発足によって、次第に存在意義が薄れたため、1959年には、新たに設立された平和機関、国際連絡委員会に継承され、すでに1924年に、 ジュネーブに移されていた事務局はビューローインターナショナルデラペイと命名された。現在、その理事会メンバーにはノーベル平和賞の推薦権が付与されている。1960年代からはベトナム戦争反対など市民運動を展開した。1901年から1982年にかけてのノーベル平和賞受賞者のうち13人が国際平和ビューローメンバーであった。 1992年、ショーン・マクブライド平和賞を設けた。2008年1月、同年のノーベル平和賞候補として、平和市長会議、広島市長、秋葉忠都長崎市長、田植福を三者連盟で推薦した。2010年1月、同年のノーベル平和賞候補として、日本原水爆被害者団体協議会を推薦した。2012年11月5日、 ノーベル財団に対し、同年の平和賞を欧州連合に授与することを決めたのは創始者、アルフレッド・ノーベルの意思に反する、軍縮や平和の提唱に貢献した者に与えられるべきであって、各地の紛争に関与してきた EU の活動とは相反する、党と意義を唱える公開書簡を送った。日本の加入団体は、原水爆禁止日本国民会議、原水爆禁止日本協議会、 日本原水爆被害者団体協議会、特定非営利活動法人ピースデポ、平和事務所の4つである。ありがとうございます。